Uy, lo vamos. Bye, que no sé. Kung kung kap. Chango kung kap. Kung kung. Ay, perra. Oh, chango kung kap. Oh, chango kung kap. ではなく女の子にバイクで運転してもらってこんな風に島を巡るのもやっぱりすごい楽しいですね。はい、ということで海沿いに来てるんですけど、だいぶ風が強いですね。これ聞こえてますかね。そしてすごい角度です。なんとも昭和という感じですかね。そして海も綺麗ですけど、やっぱりこの美女信じられないぐらい綺麗です。やっぱりこの子が一番綺麗な気がしますね。島の風景もいいけど、この子がいないとこの島も物足りないかもしれませんね。やっぱりロケーションがいいですね。バンコクから2時間ぐらいでここに来れます。バンコクで女の子を見つけた方や、この近くのパタヤとかでも女の子を見つけた方、ここに旅行に来るのもいいかもしれません。そしてポーンちゃんがはしゃいで水の中に入ってますね。ジン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 、あらいなか足に何か刺されます。バイバイ。いや、にしてもいいです。やっぱりこの子水着も持ってきてくれてるんですが、やっぱり水着がなくてもこの子ショートパンツだけでめちゃめちゃ可愛いですね。水着なりの魅力があります。いやー、いいですね。久しぶりです。女の子とビーチ来れたのすごい久しぶりですね。ここの島にももうちょっとゆっくりしたいんですけど、明日ぐらいにも帰るかもしれないです。やっぱり普段海がないところで育ったこと、海に行くといいですね。すごいはしゃいでくれます。にしても最高の時間が流れてます。今回もちょっといろいろあって、僕がタイになかなか入国できなかったので、ポーンちゃんとこの旅行来れるかどうかわからなかったですが、無事に来れて、しかもこんな最高の思いまでできています。今午後12時なんですけど、めちゃめちゃ幸せな一日を過ごせています。はい、これがシーちゃん島の眺めです。こんな感じです。島一周でこんな感じで何もないんですけど、やっぱりこの子がいるだけで何もがある。ポンちゃんも運転が暴走してきてます。なんとか僕を振り落とそうと急な加速を狙ってます。にしてもいいですね。やっぱりこうやってバイクが2枚も島のドライブすごいいい感じ。さっきは歩いてきた道を今度はバイクで、下っています。やっぱりバイク調子いいですね。僕特に島でのバイクの運転すごい好きですね。今はちょっとポンちゃんに運転任せてるんですけど、本当は僕が運転したいぐらい島でのバイクの運転すごい好きですね。ちょっと夕方にご飯食べに出かけたり、また真夜中にビーチで一人行ったりするのも好きですね。はい、そして今この島のメインの通りですね。メインの通りをポンちゃんと運転しながら、おやつでも買いながら帰ってますね。おやつとか探してるんですけど、やっぱポンちゃんもこっちに目が行ってるんですけど、めちゃめちゃ景色がいいです。そして島のメイン通り、またこれ雰囲気ありますね。可愛い感じでいい感じです。左右にこんな感じで、やっぱり
ぱい食べ物並んでますね。これ僕のタイの好きなところの一つ、屋台とか商店に美味しい食べ物が安く売ってますね。そしてちょっと正面に見えてて、登るのめちゃくちゃいいと言ってるんですけど、ここにこんなにお寺があります。そして道の途中こんな感じで海が見えてお寺に向かって行ってる感じですね。そしてお坊さんとかも飲み物を飲んでくつろいでます。こんな感じで崖のところに立ってるんですけど、めちゃめちゃ迫力があります。何こんな感じで大迫力のお寺です。これが島の第二のメインロードという感じで、島の中心を走ってる道ですね、超ローカルエリアという感じで、重工業関係の会社のオフィスとかもありますね。このまたゲストハウスもすごいいい感じのレトロな雰囲気が出てます。というかここもですね、やっぱりすごい雰囲気がいいですね。やっぱりしーちゃんと、僕一人で1週間ぐらいいたいぐらいですね。そして道沿いお花とかもいっぱい咲いてますね。僕お花好きで、すごいお花見るたびにポンちゃんお花綺麗とか言うんですけど、この子は全くお花興味ありません。僕だけお花に食いついたりしてます。ここもいい雰囲気です。並木道、南国の花がいっぱい咲いてますね。そしてこんな小さい島にいきなりドーンとサッカー場もありますね、ということですごい道を上がっていきます。リリリー、すごい道を上がってて、ちょっとどけぞって落ちそうになってますが、やっぱり本当にいや楽しいですね。大声で叫びたいくらい楽しいです。この子が急にヤンキー走りを始めるということで、ついでに宿の紹介もしていきたいと思います。宿こんなところにありますね。カポン、島の反対側なんですけど、甘い。おもちゃん自分のホテルを忘れてしまってますね。待て怖い。ということで、ホテルこんなところにありますね、近くに仏教関係の遺跡もありましたね。そしてホテルこんな感じなんですけど、めちゃめちゃ可愛い感じです。南国という感じですね。コウくんか、マちゃん、いや、そして駐車スペースもこんな感じでドローカルですね。それではちょっと部屋の紹介もしていきましょう。周りもこんな風に花とかもあって綺麗ですし、今日は見せたいと思います。あえて生活感を出しましょう。